駅地上寺では日本のドラマ CD 及び漫画作品。東京の武蔵野にあるカフェを舞台に5人の美形の店員と40代のマスターがいろいろ騒動を起こすスラップスティックコメディ。2008年秋よりこれを原案としたテレビドラマが放映。詳細はテレビドラマを参照。1999年5月よりドラマ CD が発売される。2000年からは ネギシュキョ京子により、月刊、ウィングスで漫画が連載される。2003年に連載が終了した後も、引き続き、ドラマ CD は販売されていた。2008年には、実写ドラマ化され、同時に漫画も再連載された。はじめは株式会社、RWC で1999年5月より、ドラマ CD として、R1 から5の5枚同時リリースされ、 その年の8月から11月まで、ラジオ番組、カフェ吉祥寺で会いましょうが、TBS ラジオにて放送され声優の岩永哲也と石田明の二人がパーソナリティを務めることとなる。そのラジオ番組内で、ラジオドラマが放送されたものが後に、ドラマ CD 化される。その後、月刊、ウィングスにて、漫画が連載された。関連グッズもアニメートで発売され、 携帯ストラップマスコット付きのドラマ CD 等も発売される。それ以降はカフェ吉祥寺でのみならず、X、フッキーズ、バレスタなどの新シリーズのドラマ CD も発売され、RWC にとってカフェ吉祥寺ではドラマ CD のメディア化の先駆けとなっている。カフェ吉祥寺でのキャスティングは RWC のスタッフが考慮して決定され、選ばれたのが石田明。 伊藤健太郎、岩永哲也、森久保翔太郎、星総一郎、大塚明夫の6人だった。後に、関智一がレギュラーとして、さらに、C4 より、初の女性声優で、レギュラー出演されることとなった野の瀬みよも加わることとなる。カフェ吉祥寺で、のメンバーは、各声優や、その生活環境などをモデルにしていたわけではなく、アイドルユニットでもない。 RWC で結成されているカフェ吉祥寺でのファンクラブが存在しており、お茶会やイベントも開かれることもある。なおファンクラブは第14回期をもって解散となる。そして2007年9月以降、メディア活動を一時休止していて、目処がついておらず、今後のドラマ CD の発売も不定期となっている。2008年9月29日より、 テレビ東京にて実写ドラマ放映がされ、それに並行して、月刊ウィングス2008年11月号から2009年8月号まで、カフェ吉祥寺で2番戦時というタイトルで、コミックが再連載された。舞台は、東京都武蔵野市、若者が行き交う吉祥寺の、とあるカフェ。そこは、お店の外観が変わっていたり、内装がとてもオシャレだったり、メニューが、 独創的だったりするわけではなく、ごくごく普通のカフェである。紅茶やコーヒーの香りが立ち込める、どこの街にもありそうなカフェなのだが、そこのメニューにあるケーキ等のスイーツはとても人気で、さらに、そこで働いている男の子たちも、人気の的なのであった。蝶がつくほどの潔癖症でしっかり者で、店のチーフを務めている、栗原太郎。 その太郎と犬猿の中で美女が絡むと、意欲100倍で突っ走る、フロア担当、大久保巻、ケーキ作りは一流だが、かなりの不気味さを兼ね備えたキッチン担当、皆川ひふみ、体育大に通う貧乏学生で、仕事では、土ジばかりしているもののどこか憎めない面を持つアルバイト、徳見修太、家が、お金持ち、女の子の容姿でおっとりしているかと思いきや、 切れると信じられないような怪力を披露する、一宮純、後に登場するアマゾン帰りの元傭兵で、おか言葉を使う筋骨隆々にして、サバイバル能力の持ち主、なセキ、博信など、それぞれに個性を持った6人の若者たちが繰り広げる、思わず微笑んでしまうようなドタバタ劇である。もはやカップや食器が割れる音は、BGM とかしている。そして6人の行動、言動に、 ストレスが溜まり、胃を痛める日々が続くマスター、三鷹雄一。そしてさらにカフェ吉祥寺の前に堂々と立ちはだかる牛丼屋の店長である桃子。カフェ激戦区、吉祥寺での営業を続けていくことができるのか。株式会社、RWC 原作、宮本雄樹、著者、根岸京子で、2000年7月号から2003年4月号まで、月刊、ウィングスで連載された。 全3巻。本編と二等身キャラでのカフェちっちゃい吉祥寺で学校後に連載されていた。2008年11月号から実写ドラマ化に並行してカフェ吉祥寺で2番戦時というタイトルでコミックが再連載されている。2008年9月29日から同年12月26日までテレビ東京系にて平日11時50分から12時26分に放送。 キャラクターの設定などは、ドラマ CD、漫画とは大きく異なり、天然ボケ気味のお嬢様ミーナがオーナーを務めるカフェ、吉祥寺を舞台に、潔癖症のギャルソンシュータ、女好きのソムリエ巻、芸術家肌のパティシェイヒフミ、イエ少年の従業員見習い、純、離婚歴を持つシェフの栗原たちが繰り広げるハプニングや、コメディが描かれた。ありがとうございます。